内山ゆりなです。皆さんこんにちは、高村彩香です。ダイアログラジログ略してログログ第29回目の配信はこの2人でお届けします。わーイエーイ。なんとログログ全員とペアを組み終えて2週目、よっしゃー。だそうです。やったー。そして本日バレンタイン当日、イエーイ。この配信日はね、バレンタイン当日ということで、うん、欲しくないチョコ。欲しい、めっちゃ欲しい。チョコ欲しい、欲しいな。そしてそしてなんとね、このラジオの収録日がね、ほいほい、夜間の誕生日当日。おめでとう私。ありがとう夜間。ちょっと何言ってるか分かんない。おめでとう。ありがとう。何歳に？6歳になりましたよ。6歳おめでとう。ありがとう。ということでね、うん、この後ね、うん、あるらしいんですよ。え、やった。え、なんだろうね、なんだろうね、なんだろう、楽しみだね。ね、楽しみです。はい、ではそろそろ番組を進めていきましょう。本日のオープニングナンバーをお聞きください。ログッコネーム無劇さん他からのリクエストです。ダイアローグで恋は世界定理とともに。キュートなのがいいかな、クールめもありかなって、組み合わせ問い合わせ鏡前、いい加減も出なきゃだ、ダメダメだってこだわる前髪の行方、ごまんじゃなかった、私どうしたの、ぼやぼや気も引いたり引いたり、けど知らない頃よりもずっとずっとずっと、今私内山ゆりなです。高村彩香です。じゃあもう早速、うん、こちらのコーナーに参りましょう。はい、Dポスト。このコーナーでは皆さんからいただいたお便りを紹介していきます。いわゆる普通オタの時間です。じゃあまあ1つ目読みます。はい、ログコネームタコさんからいただきました。ありがとうございます。ゆりにゃやかんちゃんこんにちは。こんにちは。ログログが2年目に入り全ペア一周できたとのことですが、この2人だけペア名が決まっていないらしいです。個人的にゆりにゃやかんといえば動画などでこそこそわちゃわちゃしているイメージがあります。また他のメンバーからも2人にしかわからない謎の遊びをしたり某キャラクターのモノマネをして笑っているなどと言われていたと思うので、2人のペア名はスパイキッズはどうでしょうか。候補に入れてもらえたら嬉しいですとのことです。これ大丈夫？大丈夫？大丈夫かな。何かを連想させる気がするけど大丈夫かな。そうだね、大丈夫かな。まあでも確かになかったんだね。なかったね、うん、なんだろう、てかコソコソって何？コソコソしてない。コソコソしてないよね。ね、なんかいや、そ、なんか堂々としてますよ私たち。堂々とわちゃわちゃしてます、うん、さっきもこのさ、今一回さこの D ポスト入る前にさ、うん、はいオッケーですいただきましたって言われてさ、その時に話してた話とかもさ、うん、ちゃんと突っ込まれてたし ね、そうだね、堂々と、うん、ちょ堂々と堂々とはしてる、やってます、うん、どうする手雨。え、どうしよう、なんだろうね。スパイキッズはよろしくない、まあ、あんまよろしくない気がするんだよね。うん、使いどうしようね、使いどころ迷っちゃうね、なんかね、あんま言えないのかもって思っちゃったりするとね。私ユリニャって別にキッズではなくない？確かに私はキッズ、よく言った、
よく言った。やっぱやめよ。なんでだよ。やっぱ今のなし。いややめよ。え、でも、え、どういうこと、どういうこと、スパイキッズ、まあ、キッズじゃないよ。そう、キッズじゃないけど、うん、スパイもちょっとよくわかんないし。別に。全部わかってないじゃん。スパイじゃないし、うん、別にね。そうね。うんうん、なんだろうね。でも某キャラクターの名前はさ、言っちゃいけないし。うん、まあそうだね。共通するとしたら、まあ変人。やだな、変な人ってとこじゃない。私変な人に変な人って言われるのすっごい嫌なんだけど。でもさ、でもそうだよ、変な人じゃないよ。でも他のメンバーからは多分なんか変なのって思われてるってことでしょ。他のメンバーだって変じゃん、みんな。変人ユニットじゃん。そっかそっか、じゃあ違うわ。うん、なんだろう、なんだろうね、謎の遊びをしたりしてるみたい。でも変人、まあいっか、変人で。いいの本当に。いいよもう。え、もうちょっとなんかないのって気持ちいい。確かに。今後だよ、私たちの今後関わってるから、これ。確かに。なんだろうね。で、逆に呼ばれたいのは、呼ばれたいのは、呼ばれたいの、なんだろう。お嬢。おお、嬢ね、うん、お嬢は呼ばれたい、わかるよ気持ち。お嬢って呼ばれたくない？気持ちわかるわかるわかる。え、わかる。え、お嬢って呼ばれたかったんだよね、ちっちゃい頃から。私もなんか地獄少女のお嬢って呼ばれてるのめっちゃ好きで私も呼ばれたかったんだよ。私はなんでお嬢って呼ばれたかったんだろう、わかんない。わかんない、わかんない。でもお嬢って呼ばれた。え、でも私ほら、あの担任の先生に彩香様って呼ばれてたから、様付け。え、呼ばれてるじゃん、もうお嬢ではないけどね、うん、だからまあお嬢みたいなところあるし、まあ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 先生をはべらしてるから。お嬢いいんじゃない。じゃあお嬢、お嬢で、お嬢お嬢で、お嬢です。ありがとうございます。はい、続きましてログッコネームテイクさんからいただきました、ありがとうございます。ます、やかんちゃん、ゆりにゃ、こんにちは。こんにちは。まずは改めてにはなりますが、やかんちゃんお誕生日おめでとうございます。あざっす。笑顔があふれる充実した1年になることを祈っております。うん、話は変わりますが、先日 YouTube にて D リーグ、うん、立夏の生配信を拝見しました。ほうほう。ダイアログのボードゲーム企画はすごく好きで毎度楽しく見ておりますが、今回は大幅に思考回路を巡らせるゲームでしたね。うんうん、冷静沈着なやかんちゃんと立夏で大逆転を狙うロマンを感じたユリネが印象的、かつ8人それぞれ勝利への道筋が違って、やはりダイアログは個性の塊だなと改めて思いました。また次あれが来れば上がれると見ている側もメンバー目線で楽しむことができてよかったです。最後に質問なのですが、ボードゲーム企画実施の際にこのゲームやってみたいなどメンバーから提案して実現することはあるのでしょうかっていただきました。ありがとうございます。え、でもさ、それこそ人狼とかはさ、そうだね、私たちがやりたいって言ってやってるから、まあ、実現するし、うんうん、そうだね、知ってるね。え、立夏楽しかったね。ね、確かに。あれもさ、スタッフさんがさ、手持ちでカメラ持ってさ、そうそうね、回ってくれたりとか ねしたからね。いや、面白かったな。ね、楽しかった。あれ、夜間はどういう戦い方してたの？1回戦目バードとやってた時。1回戦目はなんか普通に3連とか、うんうんうん、一式とか、うん、そのなんかこう、なんだろう、コツ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 、そのなんだろう、いけそうな役をやろうみたいな気持ちだったのよ。でもあまりにも眉が強すぎて。あ、強いんだね、やっぱすごい強くて。だから私がさ、なんかこう捨てるじゃん、うん、私これいらないわって、それを捨てたものをさ拾っていって完成させていくの、うん、怖っと思ってなんか私的にはいらないけど、うん、これを捨てたら眉が揃っちゃうかもしれないみたいな恐怖があって、ね、まあそうだよね。でもそこで防衛したところで私にもあの勝ち目はないから、そうだね、捨てなきゃいけないからね。そう、すごい難しかった。確かにあれは難しいゲームでしたね。ね、うん、確かに。結局ね、眉優勝したからね。ね、おめでとう。強いよな、眉は。はい、続きましてログコネーム春巻さんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆりにゃ、やかんちゃん、こんにちは。こんにちは。弱キャラ友崎くん、セカンドステージ第5話でフレンドファンファーレが特殊エンディングで流れてきてびっくりしました、うん、キャラクターたちの写真をダイアローグメンバーで再現した写真も良かったです。ところでお二人も友達とのエモエモエピソードあったりしますか、このことです。ありがとうございます、うん、エモエモエピソードだって。エモエモ友達と、うん、えー、
こういうのってさ多分一番覚えてない2人じゃん情緒がないみたいな言い方すんなよ覚えてないじゃんだって実際まあまあまあ覚えてない。え、うん、エモエモ、うん、これエモかったなみたいなことでしょエピソード、うん、めっちゃ考えるじゃん。えでもそれこそさ誕生日だとさ、うん、友達とよく関わることが多いじゃんやっぱり。まあ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 ね。ないんですか。いやエモいなっていうのは別に。そうかエモいは別か誕生日とは、うん、嬉しいの方が強い。そうそうそう、なんかむしろさ賑やかじゃん、うん、誕生日の祝い方って。だからこう、うんうんうん、ちょっとこう情緒あるこうなんかエモーショナルな方にはいかない。そっか確かに。エモいな、エモいもなんか人によるしね、うん、なんだろうね。なんかその時楽しければ別に良くない。そうだね、うん、なんかある。なんだろうエモいって難しいよね、うん、でもなんかそれこそさダイアローグはなんかエモ感じない。あ確かに感じるよね。感じる感じるよね。好き好きとかね、うん、そうだしだし、あとやっぱなんかその私たち Q っていうね、うん、あのコンテンツやってたじゃん、うん、なんかそれでなんかそのまあ今終わっちゃってるけど、うんうん、終わった後もその Q メンバーと、うん、なんかムーンとかウィンドとかのメンバーと絡む機会はやっぱあるじゃん、まあね、裏でさ LINE したりとかさ、うんうん、実際ライブを見に来てくれたりとかさ、うんうん、そういうのがあるとなんかやっぱつながりってエモいなとは思うね。うん確かに、うん、まあ大事にしようね友達何それ大丈夫なんか闇見えてない今大丈夫やだ。いや違う、なんかさエモいエピソード友達とのないわとか言ってたらさ、うん、なんか私たち友達を大切にしてないようにそういうわけじゃないからね。そういうわけじゃないけど、そういうわけじゃないけど、うん、でもあの今まで以上に友達大切にしようって思った今それ闇なんだよねちょっとなんで闇じゃないよ光光光めっちゃ光、ね、私光属性、ね、ありがとうございます、はいありがとうございます。今回のふつおたはここまでです。番組ではログコの皆さんからのお便りを募集しています。担当パーソナリティに聞いてみたいこと、ダイアローグの活動の感想、楽曲のリクエスト、その他何でもお待ちしております。以上 D ポストでした。ダイアローグラジローグ、ぶっちゃけダイアローグランキング。メンバーの中で〇〇っぽそうな人は的なお題に投票してもらいランキングを作るコーナーです。はい、今回募集していたのはこちら。ホラー映画で犠牲になりそうな順番は、こちらを募集していました。そう、前回ね私と真夏の帰る時にね、うんうんうん、こう募集していたやつなんですけど、はいはい、どう思う予想。予想、うん、予想ね、まあでも本当に一番最初はサッピが、うん、ね犠牲になるんじゃないかなって思ったんだけど、うん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 、でもやっぱさサッピはやっぱ人を盾にするメンバーだからこれ大丈夫かな、サッピー。大丈夫かな、ごめんね、ごめんごめん大丈夫かなでもサッピーもきっと私もそう思うって言うと思 う, うだからまだ生き残るんじゃないかなって。まあまあまあ最初ではない。そう最初ではない、なんか 2,3 番目ぐらい、うんうんうん、まあ早いけどサッピーが来るかなってって考えると、一番最初ってさ、うん、多分さミステリー系だとさ一言も喋らずに亡くなってる可能性もあるわけじゃん、うん、そう、って考えると難しいんだよね。そうでもみ、うん、一言も喋らずに死ぬことはないんじゃない？あの死ぬ間際にギャーみたいなあるんじゃない？意外とユーナとかが一番最初？うん、なんかめっちゃ挨拶で知的感出しときながら、実は確かに最初に犠牲になってえみたいな。あー確かに。どうどうどう、ユーナさんはさこうなんだろう、あの夜10時とか寝てさ、私はもう寝る時間だとか言ってさ、うん、あの自分の部屋に帰って、うんうんうん、あの朝あの起きてこないから、あれユーナさんいつも5時に起きてんのにあれおかしいなみたいな感じで、うん、みんなで部屋入ったら死んでたみたいなパターンありそうじゃない、うん、そうそうそう、ありそうありそう。やっぱこうでもなんかゾンビ映画とかになるとまた別だけどね、うんうん、まあ確かに。そうこうだからなんて言うんだろう、一人行動というか別行動とかをしがちな人が狙われやすそうだよ ね、うん、ということでじゃあログ子たちの投票結果を発表していきたいと思います、はい。
気になる。私何位なんだろう、ね。では最下位は後にして第7位から発表しましょう。第7位、飯塚真由。おお、まあ確かに。なるほどね、うんうんうん、あんま序盤ではいかなさそうだね。確かに真由だって賢いからね、めちゃめちゃ。そう、うん、だって理科強いしね。理科強い、頭の回転も早いですよ。うん、うん、では続いて第6位、宮原さつき。おあ、だからみあのサッピーはどんどんあの他のメンバーを犠牲にしていくってことね。盾にしていくってことね。これより上のメンバーはみんな盾にされてる。なるほどね、面白い面白い。ではどんどんいきましょう。第5位、尾形優奈。おー、意外かも。真ん中ら辺に入ってくるんですね、うんうん、はいはいはい。では続いて第4位、森谷京香。まあ確かに今日はそんな序盤ではしなそうだよね。確かに一番ではないね、うん、でも最後の方まで生き残るってわけでもなさそう。確かに、うん、確かにね。ほうほうほう。さあここからトップ3です。第3位、高村彩香。あ、マジか。おお、結構序盤の方じゃない。まあでも、まあ、最初じゃないだけマシかな。まあ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 、うんうんうん、確かにね。うん、では続いて第2位、村上真夏。ああ、なるほど、なるほど。え、ってことは残すは、比枝ねねと内山ゆりな。残ってるよ。ですが、もうこれさ、いや私、うん、こっちだろって感じなんだけど。私こっちなんだろうって感じなんだけど。いいよ、うん、では発表します。ホラー映画で犠牲になりそうな順番、第1位は比枝ねね。まあだろうね。だろうね。だろうね。まあまあまあそうだね、うんうん、確かにねねも一人行動めっちゃするしね。そうそうそう、うん、だしなんかこうおっちょこちょいなところあるじゃん。確かに。だからなんか最初に犠牲になりそうな感じは雰囲気がある。確かに。いや、うんうん、すごいわかんないけど、うん、犠牲になったこと自分で気づいてなさそう。あ、何、あの幽霊になっているけど、あれみたいな。あれ私死んでた。おもろすぎんだろ。ちょっと面白い。もうそれホラー映画じゃないじゃん。コメディになっちゃう。ちなみにゆりにゃは8位だから最後まで生き残りそうな。生き残ってんだ。嫌だな、生き残りたくないかも。いや、わかる。私さ、ドッジボールさ、うん、一番最初にさ優しく当ててもらってさ、うん、外野行きたいタイプなの、うんうんうん、あの最後まで内野に行きたくないの、うんうんうん、だから私も生き残りたくない。あの私もね、そう、一番最初にあ、じゃあ外野の人やりますって行く人だから。そう、うわ、やだ、ユリニャが外野だ。だって一番生き残ってるってことはさ、ホラー映画ってことは一番怖い経験をし、そうだよ、最後まで。やだよ。だから最初の方に犠牲になれば、あの怖い経験が1回とか2回とかで終わるけど、ね、8番目だから8回怖い経験をしないといけないよ、最低。うわ、やだやだやだよやだよ、絶対にやだ。ちなみにね、あのコメントが来ております。うん、内山、8位の内山は、うん、ダントツで生き残り総評が集まりました。圧倒的ヒロイン感。あー、ってことはそっか、 なるほど。まあ、8人以外にも、うんうん、その登場人物がいるとしたら、うんうん、誰か守ってくれる人がいるんだね、ヒロイン感ってことは。あー、確かに。で、絶対これマユに守られてそうだもん私。うん、確かに、うん、マユに守って、サッピは何をしてる。サッピは多分あなたたちにはついていけないわって一人行動急にし始めて、うんうん、多分いなくなった。あ、でもね、コメントでは、うん、あの宮原どちらかというと裏切る側。裏切られたのか。あとね、ねねさんは、うん、1位のねねさんはパニックに弱そう。あ、まあ、確かに、 確かに。で、きょんちゃんが叫んでそう、一番死体を発見しそう、中木は2人でやられそう。あ、なるほどね。だからここ連番なんだ。はいはいはい、はい、あ、はんはんはん。で、ゆうなさんは他の人をかばって犠牲になりそう。めっちゃいい人じゃん。で、村上が、待って、これ悪口じゃないかな、大丈夫。真夏、私が思ってるわけじゃないよ、真夏聞いてると思うんだけど、ごめんね。あの声が大きいからバレる。
なるほどね。そう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 。で私は隠れるのが得意そう。うん。まあ中木は2人でやられるから、だから2人で隠れたりして、キョンと、うんうん、で一番死体を発見して最終的に2人で死ぬっていう。そうだね。だね。なるほどね、うん、確かに隠れるの得意で、はいはい、私よく夢で隠れてる夢いっぱい見るもん、うん、確かに。でまゆは基本冷静で強そう、うん、しかし酒が入ったらダメそう。あ、酒入ってんだ。なるほどね。さ最終的に酒入れて、うん、最後まで生き残れなかったのか。なるほどね。そういうことか。そっかそっか。あ、分かったわ。私もまゆもお酒飲めるから、うん、あーなるほどね。最後の二人になった時に酒盛りしてるわけか。もう最後を迎えようって言って二人で飲み始めたのかもしれない。それでやられるのか。おもろすぎんでしょ。はい、ということでホラー映画で犠牲になりそうな順番のランキングでした、うん、いやおもろかったね。面白かったね。ね、うん、なんか私ホラーダメだからさ、ちょっと再現とかはできないけど、うん、まあ、今度みんなで謎解きとか行きたいね。あー、ちょっとホラーがかったやつ。嫌だ。嫌なんだ、嫌、うん、なんだ。関係ないやん、ホラー。そうそうそう、だから誰が最後まで生き残れるか的な。いやもうやりたい、ね、ツートップじゃない。本当村上真夏と飯塚真由じゃない、やっぱ謎解き系。でもあれだよ、あの多分サッピーとかに前に出されるよ、真夏とかは。あ、そっか。あ、でもそっか。もう村上真夏、尾形優菜、三原さつき、飯塚真由はやっぱ頭が切れるからすごい、うんうん、この4人がやっぱひらめき力がありそう。確かに、うん。ということで次の投票テーマを発表しましょう、うん、こちらです。後輩に慕われてそうなメンバーランキング。おー、あー、え、今日バレンタインじゃん。そうなんだよね、うん、え、もらっちゃうのかな。ね、もらいたいな。いや、もらいたいよね。もらいたい。ちょっともらいたかった。もらいたい、はあ、いいな。実際にさ、こう活動してってさ、うんうん、後輩とめっちゃこう関わりましたとか写真撮りましたみたいなメンバーってさ、そんないる？いなくない？だって私たちさ、まあ言うって全然まださ、ね、短いじゃん。まあ後輩あるとしたら宮原さつき、日枝ねねが同じ T1 だけど、からねねさんかな。ね、まあほらさっぴが後輩だからさ。そうだね。そもそもとかかな。あの、うん、まゆとかも結構人気そう、ね、いや、わかるわかるわかる。めっちゃチョコもらえそう。さ、飯塚先輩、うん、あの代理ボタンくださいみたいな。ね、言われそう。言われてそう。いいな。はい、ということでこちらのテーマに投票お願いいたします。以上、ぶっちゃけダイアログランキングでした。私もあげたんだからチョコちょうだいよ。ダイアログラジログ。さあ続いてなんですが、2月5日に誕生日を迎えた高村彩香さんにプレゼントを獲得してもらうべく、こんな企画をお届けします。セリフでギブミーチョコレート。わーい、欲しい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 。ちょうだいちょうだい。はい、やかんちゃん、今年も無事に6歳から6歳にレベルアップしました。おめでとう。ありがとう。6歳です。そんな今回はセリフ企画です。うん、やかんがボックスからお題を引き、そのお題に合わせたセリフを披露するというものですね。うん、これお題がね、バレンタインにちなんでいたりするみたいです。ほんほんほん。そして実は今回私に大量のチョコレートが配られました。ダメだよダメだよ、まだ食べちゃう。ダメだよ、ダメダメダメ、食べたい。ダメ。あめっちゃ嬉しいんですが、私は食べちゃダメと言われているので、うん、はい、まあ、やかんちゃんがね、セリフで私をキュンとさせてくれるたびに、うん、そのキュン度合いに応じてこのチョコレートを渡していくシステムだそうです。うんうんうん、まあ、たくさんキュンキュンさせて、やかんが10個のチョコをゲットできたら今回はクリア、うん、プレゼントを獲得できます。やったー。いやー、やだなこれ。なんかさ、ゆりにゃんがさ、うん、私チョコ食べたいからって言ってさ、1個もくれない可能性とかあるんだよ。どんなにいいものを出したところで、ね、ゆりにゃんの采配だから。そう、まあまあ、でもね、うん、やかんちゃんはキュンのことを分かっているはずなので。まあね。どうですか、自信は。まあ、うん、いやでもプレゼント欲しいでしょ。欲しい欲しいでしょ。欲しい。よし、じゃあやっていきましょう。はい、まずやかんがね、いきますよ。へい、生徒会長が高速違反なのにくれるチョコ。
はーん、はいはいはい、なるほど、ちょっと待ってね、うん、いけます。これ早くしまって、誰かに見られたらダメでしょ。ふーん、ふんふん、今のはですね、うん、出れはしなさそうだなって思って、そう今感じた、うん、感じたし、やっぱ見つかっちゃいけないっていうシチュエーションの強さ、二人の秘密っていいよね。あるんですよこういうの、二人だけの秘密あるんだよね。いやー、よかったですね。じゃあ続きましてどんどん行きましょう。待って、あった、でん、帰り道を待ち伏せしていたツンデレちゃんからのチョコ。お王道ですね。はい、いきます。あ、遅い、やっと来た、何時だと思ってるの。うん、これ毎年あげてるけど今年もちゃんと作ってきたから。キューンだねこれ。いやどうしよう、ちゃんと、これはね、うん、今のはチョコ4つ。ちょっと評論をお願いしたい。いや私いいな、なんか幼なじみ感出てた。あ、本当？うん、し、うんって渡すチョコ、うん、わかる、最高です。あのカンタパターン、そう、これ、うん、うんがいいの、うんがいいんだよね。わかるよ、めっちゃわかる、うんがいい、うんがいいんだよ、うんって渡されたいそう、うんがいいの、うん、ここがポイント高かったですね。いやー、よかった。え、ちょっと今あと6個もらったから、やばい、4個しかない、あと4個だ、やだ、よしよし、どんどんやるぞ。いきます。お嬢様がチョコまみれになりながら作った手作りチョコお嬢、お嬢ちょっと、え、大丈夫それ、掃除大変じゃない掃除大変じゃない、うんうんうん、え、ってことはこれはお嬢様がだから相手は、まあ私の考えでいいってことか、うん、そうですね、オッケーオッケーオッケー。じゃあいきます。いつもお世話になってるから渡そうと思っただけだからね。はい、これからも私に仕えてね。なるほどね。そう、まあ、本命を隠すギリ、まあ、す感謝チョコ、ギリチョコ、はいはいはい、今のはチョコ0個シュン落ち込んじゃった。どんどん行こう、時間が許す限りどんどん行こう。理由聞かないんだ。もういい、もういい、もういいもういい、どんどん行く、どんどん行く。これさ結構大変だよね。うん、大変だと思う。この瞬時にさ考えないといけないの、うん、そっか。じゃあ次行きます。幼なじみがなんだかんだ毎年くれるチョコ。あ、待って、どうしよう、さっき、お、ちょっと困ったよ、やっべー、やっべー、さっきやっちまったな。よし、行きます。はい、ほい、今年の分。まあ、今年はいつもと違うんだけどね。うわー、いいなー、弱いんですよ、幼馴染。どうしよう大好物だよね。どうしよう、少女漫画好きな人間、そうそうそう、全人類大好きだよ、みんな好きだから。いや、どうしよう、幼馴染なんてなんぼあってもええですからね。チョコ2つ、やったよかった。あの、何かを言わない、今年はちょっと違うとしか言わない、うん、いや、いいね、何が違うとは言わない、いいよ、よし。え、今何個ちなみに。8個。8個ね、あと2個です。じゃあいきます。リリン、バイト先のパートさんが僕だけにくれたチョコ。パートさんが僕だけにくれたチョコ。年上とかなのかな、ね、はい、いきます。はい、これ、いつも頑張ってるから他の人には内緒だよ。はい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 、うん、今のは、うん、チョコゼロ個これ、ね、ゼロ個、もうね、あのふーんの反応で分かるんだよじゃあもう反応して、反応の間にもう私は引いたので次行きたいと思います、はい、ギリって言ってる
けど明らかに気合いの入ったチョコ、うんまあちょっとなんかね似通ったのがね、そう ね, 出てくるね、似通ったの結構多くてさ困っちゃうわね。じゃあ行きます。義理って言ったら義理だもん、いらないなら返して。チョコ一個やったー、あと一個、よし、あと一個やだ、あと一個あと一個やだ、よし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 、じゃあこれにしよう。妹がくれるちょっと不格好なチョコ。はー、兄弟ね。なるほどね。おー、はい、いきます、うん、お兄ちゃん、あのさ、その、これ毒とか入ってないし、一番これでも綺麗にできたやつだから食べてくれる？なるほどね。うん。今のはチョコゼロ個。マジ？そう、私兄弟燃えないんだよな。でもそれさ、私じゃないじゃん。これお題じゃん、それは。それは違うじゃん。ねえ。ごめんごめん。それ。燃えないんだよね、私悪くなくない？じゃあちょっといきます。あと3枚だから、よし、この3個の中で絶対決める。うん。でん、僕を慕う後輩が恥ずかしそうにくれたチョコ。なんか似通ってんだよなお題。おー、似通ってんな。これいけっかな。よし、いきます。はい。あ、先輩見つけた。あの先輩、これ先輩のために作ったから食べてください。うわ、めっちゃいいな。やばい、めっちゃいいけどあと2つあるんだよねお題。見たいな。なんで、なんで、なんで。わかったわかった、じゃあチョコここで1個もらっといて、あと2個一応やる。いいのいいのいいの。だってこれあとさ、その2つのお題がさ、いけるやつなのかわかんないじゃん。確かに、確かに、分かんないね。これで両方さ妹系とかだったらさ終わるじゃん。確かに確かに。そうそうそう。え、じゃあじゃあじゃあ、はい、そのお約束の。やったー。ありがとう。じゃあ賄賂もらったから、ちょっとあの残り2つのお題両方見ちゃうね、うんうん。会社の同僚がこっそりくれるチョコ。お、いいじゃん。コンビニの店員がなぜか僕にくれたチョコ。あ、まあ、パートと似てるね。なんかさ両方マジで似通ってんだよな。うん、すごい似通ってんな。わかった。うん、どっちがいい、両方やる、どっちか。あ、でもいいよ、どっちがいい。じゃあ2つやりやすい方から連チャンでどうぞ。わかった、じゃあコンビニからいきます。あ、それ私からのバレンタインです。いつもご来店ありがとうございます。うん、じゃあもう一個、うん、会社の同僚の方が来ます。お疲れん、これ他の人にはあげてないから内緒ね。いやマジ似通ってんだよな、似通っちゃうよね。お題が似通ってるとさ似通っちゃうよね内容。内緒でも、でもいいんじゃない。でもいいんじゃない、ほんと、うん、まあもう私10個もらったし、もう満足満足。お、ということは見事クリア。ではスタッフさんプレゼントお願いします。おー、ありがとうございます。何なんだろう、ちょっと開けていいですか。なんか封筒、封筒っていう状のものがです。なんだ、なに、え、なに、枕、え、枕ギフト券です。うおー、すごい。あなただけのオーダー枕を眠りのソムリエがお作りいたします。だって、え、だ、欲しい。あ、ダメ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 、これ私のです。ダメですダメです。欲しい。だからこれをこの店舗にお渡しすれば作ってもらえんの。嘘、やった、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいの。枕はなんぼあってもええですからな。本当にそう。やった、ありがとうございます。最高。
あこれで今年は30時間くらい毎日眠りたいと思います。活動してなくない？すごい、 ありがとうございます。やった、枕だ、嬉しい。なんか今年のダイアローグで抱負とかありますか？抱負？ダイアローグで、みんなと仲良くする。いや仲いいけど、仲いいけど今年もねってこと。そうそう、さらに、ほら例えばさ、それこそさまださご飯みんなで行ってないし、そうなんだ、不思議だよね。そう、だし、なんかさ誰かん家に泊まりたいとかで話もしてんじゃん、でも実現してないから、そういうこうなんだろう、お仕事じゃない、プライベートでも仲良くしたいねっていう、いいね、遊びに行ったりしたいなっていう感じです。はい、ありがとう、ということで改めましてやかんちゃん誕生日おめでとう。ありがとう。はい、そんな感じでこの企画いかがでしたか？楽しかった。楽しかった楽しかった。私への負担すごくない、これ、まあ、プレゼントね、もらえるためにね。まあまあまあね、まあね、まあね。ちなみにゆりね、どれが好きだった？私、4個あげたのどれでしたっけ？え、なんか序盤じゃなかったっけ？そう、めっちゃ2つ目だ。2つ目ってどれだ？なんかもうぐちゃぐちゃに置いてるから。これが1個目だった。なんかあれだ、なんか待ってるみたいなやつだ。帰り道、え、これじゃない？これか。帰り道を待ち伏せしていたツンデレちゃんからのチョコ。やっぱ夜間ってツンデレ合うんだよね。ありがとう、本当に思う。これは良かったですね。いやー、良かった、はい、じゃあまたユリニャの誕生日にもやるかもしれないけどね、こういうの。やだやだじゃないよ、やだじゃないよ。はい、以上セリフでギブミーチョコレートでした。こっちにもチョコ、あ、ここにもチョコ、あ、おいしい。ねえ、もっと食べたいからチョコちょうだい。ダイアローグラジローグ。ここでダイアローグからのお知らせです。まずは CD 情報です。10枚目のシングル、イージーハードしかしてすすめが発売中です。リードトラックのイージーハードしかしてすすめはテレビアニメ弱キャラ友崎くんセカンドステージオープニングテーマに、カップリング曲の誰かじゃないからはエンディングテーマになっています。通常版には書き下ろしアニメイラストアナザージャケットが特典としてついてきます。初回限定版にはフルカラーブックレットに加え、特典映像としてイージーハードしかしてすすめのミュージックビデオとメイキング映像、さらに昨年8月20日に行われたサマーライブウェルカムトゥー D のライブ映像セレクションも収録されます。ぜひチェックしてみてくださいね。また11枚目のシングル、ユートピア学外論が4月24日に発売されることが決定しました。リードトラックのユートピア学外論は4月から放送のテレビアニメレベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフのエンディングテーマとなります。作詞作曲は田淵智也さん、編曲は瀬尾翔太郎さんです。通常版には書き下ろしアニメイラストアナザージャケットが特典としてついてきます。初回限定版にはフルカラーブックレットに加え、特典映像としてユートピア学概論のミュージックビデオとメイキング映像、さらに昨年10月29日に行われた新曲初披露ワンマンフレンドファンファーレ埼玉公演見てから聞くのライブ映像も収録されます。ぜひチェックしてみてくださいね。続いてイベント情報です。今年もツアーが決定しました。やだ。ツアータイトルはフィフスアニバーサリーツアーダイアログ学概論です。5月12日の愛知公演を皮切りに兵庫東京を巡るツアーとなっております。現在10枚目のシングルイージーハードしかして進めについてくる優先選考申し込み券をお持ち、かつチーム D 会員の方のチケット最速選考が申し込み受付中です。締め切りは2月20日火曜日までですのでお忘れなく。詳細はホームページにてご確認ください。さらにログっ子感謝祭ログギグとダイアログボックスザライブボリューム2の開催が決定しています。開催日は2024年3月30日土曜日、会場は府中の森芸術劇場ドリームホールです。現在チケットのキャニメ選考が申し込み受付中です。締め切りは2月18日日曜日までですのでお忘れなく。最後にファンクラブ情報です。ダイアログのオフィシャルファンクラブアプリチーム D は会員登録受付中です。チケットの先行申し込みなどはもちろん、メンバーとスタッフでお送りするブログや
限定生配信など、ここでしか見られないコンテンツが盛りだくさんです。入会お待ちしております。以上、ダイアログからのお知らせでした。お送りしてきましたダイアログラジローグ、エンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りは番組ページの投稿フォームから送ることができます。募集企画も番組ページで随時お知らせしているので、ぜひチェックしてみてください。また温泉プレミアムサポーターの方はこの後収録する限定パートまで聞くことができますので、ぜひご登録よろしくお願いします。では次回の担当パーソナリティを発表します。次回は日枝ねね、森谷京香のお二人です。うん、配信は2週間後2月28日水曜日です。ということで、はい、お餅組ですね。お餅組だね。いやー、なんだろうね、うん、でもきっと賑やかな配信になるのではないですか、ね、なると思いますよ。危ないから本当にうとか送っちゃダメだよマジで確かにうー送ったらちょっと燃やされるかもしれないね。燃やされると思うからお便り気をつけてくださいね。それではそろそろお時間です。お相手は内山ゆりなと高村彩香でした。バイバーイ。